コンラート一世は、フランケン公、および東フランク王。コンラート和歌王、小コンラートとも呼ばれる。フランケンの貴族であるコンラディン家は、チューリンゲンのラーアンガウハクゲープハルトを子祖とし、ゲープハルトのコオードと続いて世襲した家系である。父は、オードの子で、ラーアンガウハク、コンラート、母は、東フランク王国の王アルヌルフの娘、クリスムート。弟は、 フランケンコエイバーハルト3世、ラーンアウハクオットーラ。911年、母方のオジルートビヒ4世の死で、東、フランクのカロリング家が断絶した後、同年11月に、ホルヒハイムで、ザクセンコオットー一世及び、マインツ大司教八頭の推挙により、貴族による選挙で王に選ばれた。カロリングや断絶をもって、東フランク王国の終焉とする場合、 コンラート一世の即位をもってドイツ王国の成立とする。ただし王国が実際にドイツ王国と呼ばれ出すのは約300年後のことである。王を選挙で決めるのはゲルマンの風習でショーピピンやアルネルフの例がある。即位後よりザクセンをはじめとする部族大公と対立したが、コンラート一世自身はロートリンゲンを西フランクに奪われて統制勢力を弱めた。 913年に、ルイト・ポルト家のバイエルン公、アルヌルフ及びその王子シュバーベン級中白、エルハンガーの両者との同盟を図り、アルヌルフの母で、エルハンガーの妹にあたる国軍でと結婚したが、シュバーベン級中白、エルハンガーとその弟ベルヒトルトとは後に対立し、こんな後は917年1月に二人を処刑した。また同年、エルハンガーを支持して、 ハンガリーに亡命していたバイエルン公アルヌルフがバイエルンに帰国したため、軍を率いて、討伐に向かったが、負傷し、フランケンに戻った。翌918年、死の床で王国の分裂を防ぐために、宿敵のザクセン公ハインリヒ一世を後継者に指名した後、バイルブルクにて37歳で没死、古田修道院に葬られた。彼には、死死がおらず、 マッテイノ・ラーンガウハクの夫も同年に亡くなり、コンラディン家は弟のエーバー・ハルト三世が相続した。しかし、エーバー・ハルト三世自身も939年に反乱を起こして戦死し、コンラディン家はフランケン公の地位を失った。コンラート一世の娘ヒキナの夫がザーリアー家のボルムスガウハク・ベルナー五世であり、その子孫がザーリアー朝として後に国王を及び、 ローマ皇帝を世襲した。ありがとうございます。